どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレッドです。今回はトラストの初動で大事にしたい3つの行動となります。トラストでの立ち回りは生存とかポジ取りとかいろいろありますが、それは全体を通してなるべく維持したいところです。ですが、全体といっても序盤、中盤、終盤とそれぞれ状況が大きく変わってくるので、必ずしもセオリー通りでいいとは限りません。そこで今回は序盤の動き、いわば初動についての考えなどを3つに分けてまとめていきたいと思います。初動の動きは状況によって変わりやすいと思いますので、パターンの把握だけでもいいかと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず最初に考えたいことは、相手の武器の対策を決めるです。初動と聞くと試合開始からルールを取るまでのように考えるかと思いますが、僕の中では編成公開からが初動だと思います。相手の編成によってはトラストを使うにあたって苦手な武器や抑えるべき武器が存在します。それをしっかり抑えているかで動き方が大きく変わります。例えばですが、相手にギッターがいた場合、不用意に体をさらすと一気に抜かれます。これはリッターを把握しているかどうかで初動ですを防げるんですよね。リッターの射程も理解していれば自然と避けれます。このように編成を把握しているだけでリスクを抑えれるんですよね。では厳密に相手の武器を把握する必要はあるのかというと、なんとなくでいいです。相手の編成を見て、なんか射程長くないという感じで大丈夫です。射程が長いということを理解していれば、足場の少ない初動で十分警戒できるからです。正直射程が有利なのは足場がなく動きが分かりやすいからですね。それにバンカラマッチの初動で複数人落ちや全落ちすると一気にカウントが進みますので辛いんですよね。それを塞ぐ方法としてはかなり有効な行動だと思います。相手の武器を見ることの大事さも分かったと思いますので、次に行きたいと思います。続いては侵入箇所とルートを抑えるです。正直に言うと、各ルールとマップを全部理解してもらうのが一番いいんですが、かなり大変なことなので今回は2つに絞ります。侵入箇所とルートはそれぞれポジションを取るための行動ですね。これは自陣の初動でも同じことが行われます。皆さんそれぞれのポジションに移動するかと思いますが、これは相手も同じことをするというわけです。ただし移動速度の問題もあって、到着の時間は様々です。この到着時間を意識して初動を動くと相手を抑えることが可能となります。例えば金目鯛ですが、初動では正面の高台と自陣右側の高台ルートがあります。大体このポジションから敵が来ますね。正面は広いので抑えが難しいですが、敵が降りてくるであろう左高の下を抑えた場合、動きが鈍ると思います。皆さんも経験したことはあるかと思いますが、足場が取られている、または敵が一人いるだけでかなりしんどいと思います。引き返すにも時間がもったいないし、ご利用ししがちになると思います。このように同じルートなんですが、到着時間を利用して侵入箇所とルートを抑える初動を有利に運ぶことができます。なんなら初動の裏取り防止にもつながるので安定がしやすくなるんですよね。特に弓の場合は初動でキルが取れるとでかいので積極的に抑えに行きたいところです。侵入箇所とルートが覚えれないよという方は、自分がどのように移動しているかを考えるといいかと思います。マップの構造は一緒ですからね。では次に行きたいと思います。続いては初動こそ攻めるです。トラスト使いとしてはなるべく死なないようにしたいところですが、初動に関しては別です。初動は足場の塗りがほとんど整っておらず、位置も特定しやすいので、実はかなり攻め時なんだと思います。先に紹介した2つを押さえていれば、相手の情報を入れた状態で動けるので、ある程度は対面可能となります。長射程を生かして相手を倒すことに成功すれば、初動を有利に進めることが可能になります。人数有利にしてしまえば、相手の復帰のタイミングが合わない限り押し込むことが可能です。なんならポジションを取って中盤戦も有利に進めることが可能になります。長射程はポジションや味方の状況に合わせるのも大事ですが、相手を倒し初動のアドバンテージを獲得するのが強いと正直思います。特に短射程相手に対して足場の悪い中、射程を生かして攻めれるわけですからね。
これができれば初動から射程を押し付けれるので後の展開的にもかなりいいんですよね。仮にキルが取れなかったとしても敵陣に対して多少の塗りができますし、侵入箇所を抑えるのでかなり得になります。ただし相手に長射程がいた場合は注意が必要です。相手も同じように有利状況を作ろうとするからです。なるべく射程に入らないようにしながら壁を使って攻めていきましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。トラストの初動で大事にしたい3つの行動はいかがでしたでしょうか。初動に関しては情報が限られていることもあり、少ない中でリスクを抑えながら戦うことが要求されます。初動で要点さえ抑えておけばあとは応用になるので、まずは意識することからするといいかと思います。トラストは射程を生かせる武器なので、積極的に攻めの姿勢で有利状況を作っていきたいですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。